五小石は中国の新朝末期から近代にかけて活躍した画家、書家、天国家。新代最後の文人と言われ、詩、書、画、天国ともに精通し、四税と称賛され、中国近代で最も優れた芸術家と評価が高い。はじめの名は春、後に春京、字をはじめ候補。1912年69歳から小石とする。 別寺に、漱石、倉石、倉広氏。五二関路、九鉄、二、大老、老青、王、石尊者、石神師、石勇あたり、二丁長、株青王長、五個委員会など。五丹髄一千図、五小石室総祖父、祖父、叔父、父の皆が里見に旧大して、巨人となる、エリート家系だった。父の暮れ信仰は、私塾教師であった。幼少の頃、 父に天国を学んだが家計が苦しいために印材を調達できず、レンガに釘で文字を彫るなどした。この頃からその才能の片鱗を示していたという。生まれる4年前には、アヘン戦争が勃発し、新朝が社用を迎えつつあった時代であったが16歳までは安定した生活を送り、塾に通い古文や天国を学ぶ。17歳の時、太平天国の乱が起き、 戦火を逃れるため避難生活を余儀なくされ、湖北省や暗記省などを5年間さまよった。この間に弟と妹が相次いでが死。また、小席の母の面倒を見るために故郷に残っていた、いいなづけの小婦人をも失うという悲劇を体験。しばらく学問に励み、22歳で身長官僚を経験するが、25歳になると幕閣となり、 各地に使え放浪する。湯について、訓行学や修辞学を学ぶ。二十九歳の時、甲州や蘇州、上海などに遊学。蘇州では、私有の要件について、書の検鑽に励んだ。その他に、呉レ瀬緑に、天霊天国の法を学び、西翼省に司法を受け、西穂家、単根らに、施策の啓発を受けている。また、修造家として、有名なクレクも、古代庁。 半祖陰、陳南寺勤との交流により干渉感を高めている。セシと結婚後、上海にて住み、書や天国を売って、生計を立てたが、生活は苦しかった。1894年に、日清戦争が始まるとわずかな期間チャンス賞、安藤県の知県を務めるもわずか1ヶ月で致死する。その後、50歳を過ぎて、 著名な芸術家の仁白年から本格的に画を学ぶ。この頃、上海の富裕層が五小石の文人画を好んで買うようになり画名が高まった。やがて書や天国も高値で取引されるようになる。晩年には、長熊、川の花、五円、高位などとも交わった。1903年、帝飛都市、王、陽明、クレインらと聖国藩に西院社を設立し、 初代社長となる。以降、上海を中心に活躍。1927年、中部が悪化し病没。去年84。五章石林石古文1926年後、章石は特に天国の評価が高く、はじめ節派に学び、ついで党派の影響を受け、さらに石古文などの研究を通して、独自の国風を生み出した。新外革命以降人気が急激に上がり、 日本でも、草壁明確、犬飼い武史などが、事業員を注文している。天国家の河合いいは彼を警護してついににし、飲者に入社した。画は、民の女医や、新書の八大三人、石頭らから多くを吸収し、気品のある個性的な画風を確立。洋衆八回や長子県らも参考としている。梅、藤、菊、牡丹などの柿がを得意とした。書は、 集大の石古文に基づき天書に新様式を確立した。画像の書、抜文、り名などに、派行草書も多い。詩、書、が、天国共に精通し、四んと称賛され、中国近代で最も優れた芸術家となった。蔡白石は、彼の芸術に振幅している。また西印社では、金石学を研究する一方、文物の収集や保存。 出版事業など中国の文化芸術の商用に大きく貢献した。ありがとうございます。